2023年9月18日、ウクライナのミハイロ・フェドロフ副首相が自身の SNS において、ウクライナ軍が2023年9月11日から9月18日までの8日間にドローンによる攻撃で破壊したロシア軍の拠点や装備などのほか、殺害したロシア兵の状況について発表したよ。フェドロフ副首相によると我が軍のドローンによる攻撃は継続されており、先週はロシア軍の榴弾砲などを集中的に狙ってかなりの数を破壊したとして、この1週間において殺害したロシア兵は先週より97人多い159人。その他ロシア軍の司令部など拠点が68箇所先週より20箇所増。戦車41両同6両増。装甲戦闘車両34両同21両減。輸送用トラック37台同4台減。などとされているな。さて今回はウクライナ軍のドローン攻撃が激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまでウクライナ軍ではロシア軍の存在を発表する際は総数のみで、それを攻撃した兵器による内訳は公表されていないのは現在も同様だよね。しかしフェドロフ副首相は今年の8月頃からドローンによって与えた損害について明らかにしていて、ウクライナ軍がロシア軍の装甲戦闘車両や戦車、榴弾砲といった軍事装備に与えた損害数を SNS で公表することで、戦場において安価なドローンが高価な戦車などの兵器の重要性をアピールしているものとみられ、フェドロフ副首相が XQ Twitter に投稿した動画にはウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンによって、ロシア軍の T-72 戦車が破壊される様子が撮影されたものだというよ。また、ウクライナ国防省も東部ドンバス地方ドネツク州のバフムート近郊において、1機500ドルのホビー用ドローン3機による自爆攻撃で1両が450万ドル約6億6300万円以上するとされる、ロシア軍の T-90A 戦車を追跡しながら破壊する様子が撮影された動画を公開しているぜ。この1分ほどの動画にはウクライナ軍の兵士2人が部屋の中からドローンを遠隔操作している様子が映されていて、彼らは木陰にその車体を隠しているロシア軍の T-90 戦車をドローンによって2回攻撃したな。2機の自爆攻撃型ドローンの攻撃を受けた T-90 は一見致命的な損傷によって燃え上がったかのように見えたが、煙に包まれながら燃えているように見えてもその位置から退避しようとしたため、一人の兵士が戦車が逃げるぞと叫んだ直後、3機目のドローンが戦車を直撃して破壊したぜ。ウクライナ軍では、製造費用が何億円にも上る戦車などの装甲戦闘車両や防空ミサイルシステムなどを破壊するために、安価なドローンによる攻撃を重視していて、これまでに様々なドローンを戦場に投入しているよね。2022年2月24日にロシア軍の侵略を受けて以来、ウクライナ軍が使用してきたドローンは自国開発のものから、これまでに供与されたトルコ、アメリカ、ポーランドなどの軍用ドローンまで、実に多岐にわたるドローンを駆使してロシア軍に大損害を与え続けてきたんだ。まず、開戦当初に大きな戦果を上げて話題となったのは、トルコ製のドローンバイラクタル TB2 だったよね。このドローンはトルコ正規軍とトルコの準軍事組織ジャンダルマなどで運用されているもので、トルコのバイカル社がトルコ空軍のために開発した中高度長時間滞在型無人戦闘航空機 UCAV で、遠隔操作だけでなく自律的に飛行することも可能な優れたドローンで、偵察だけでなく爆弾などが搭載可能で攻撃にも運用できるんだ。全長 6.5 メートル翼幅12無最大離陸重量 650kg と大型で、最大速度毎時 220km に実用上昇限度は 8200m とされ、巡航速度毎時 130km で27時間継続的に飛行することができるよ。機体には逆 V 字型の尾翼構造を持つブレンデッドウィングボディが採用され、テールブーム間にエンジンが設置されていて、可変ピッチの2ブレードプロペラによって中高度での効率的な飛行が可能とされ、外部のセンサーなどのサポートなしに、自律的に飛行場での多機シング離陸巡航着陸が可能なシステムが搭載されており、万一の場合に必要に応じて目標と異なる飛行場などへの自律的な緊急着陸が可能で、
GPS 信号が受信不可能になるような状況でも地上からのナビゲーションや自動着陸が可能なんだって。ウクライナでは開戦当初のバイラクタル TB2 の活躍が話題となり、称える歌が作られて歌われるほど有名となったが、その後ロシア軍の防空システムが機能するようになると撃墜される機体が増えて活躍が伝わらなくなっていたよな。そうだね。次に話題となったドローンは、アメリカから提供されたスイッチブレードとフェニックスゴーストで、これらはドローン自体に弾頭が搭載されてそのまま目標に突撃する自爆攻撃型ドローンだよ。スイッチブレード7ブレードは、アメリカのエアロバイロンメント社が開発した徘徊型の、自爆突入型無人航空機で、アメリカ陸軍が開発を進めてきた。殺傷性小型飛翔弾薬システムリーザルミニアチャーエアリアルミサイルシステムの一つとして開発され、アメリカ軍の他にはイギリス軍が運用しているんだ。タイプには兵員や飛装甲車両などのソフトターゲットを標的とする小型のスイッチブレード300と、戦車など装甲車両を標的とするスイッチブレード600の攻撃用2タイプの他に、非武装で偵察型のブラックウィングもあるな。特徴は歩兵が運搬可能なコンパクトさにあり、スイッチブレード300は、全幅 1.34 メートル全長 0.495 無装備重量ランチャー及び運搬袋含む 2.5 キログラムで、スイッチブレード600は一回り大きく全長 1.30 メートル機体重量 14.97 キログラム300は不明装備重量は 22.7 キログラムほどだぜ。迫撃砲のようなランチャーで発射後、自ら折りたたみ式の主翼を展開させ、固定翼のラジコン飛行機のような形となり、電動モーターでプロペラを回して推進する仕組みだね。操縦は機首部分に搭載されている高性能カメラからの映像を見ながら、歩兵が持つコントローラーによって遠隔操縦され、このカメラからの映像は偵察にも応用可能なんだって。攻撃型のスイッチブレード300および600は爆薬入りの弾頭を搭載しており、歩兵の操縦によって目標に対して自爆攻撃を敢行するよ。搭載される弾頭重量はスイッチブレード300で 0.3 キログラムとされているほか、600の弾頭重量は不明であるが、タンデム成型削薬を用いた弾頭が採用されていて、これはモンローノイマン効果を利用して戦車の装甲を貫くことが可能で、対戦車用砲弾や対戦車ミサイルに用いられているものと同じなんだ。さらにアメリカからはフェニックスゴーストと呼ばれる自爆攻撃も偵察の可能な新型のドローンが供与されていて、スイッチブレードと同等以上の能力を持つとされているな。スイッチブレード600で対空時間40分とされているのに対して、フェニックスゴーストは最大6時間の飛行時間を有し、スイッチブレードがランチャーからの発射であるのに対して、ヘリコプターやオスプスレイなどのテルトローター機のようにそれ自身が垂直離着陸可能で、さらに赤外線センサーが搭載されていることで夜間の目標追尾にも対応可能であるなど、その性能はスイッチブレードよりも格段に向上しているというぜ。また、ウクライナ軍がドローンの有用性を認めてその需要が高まったことから、大量のドローンを必要としたことで、民生用ドローンを偵察や砲撃の際の弾着の確認などへの活用することも盛んに行われたほか、西側諸国のみならずポーランドなどからも WB エレクトロニクスが開発した偵察監視型用ドローンフライアイと、攻撃用ドローンアーメイトなどがウクライナ軍に提供されたな。フライアイはベルギーのゴフライ社が開発したドローンで、5つのモーターからダクトを通して下方向に風が送られ、それを4つの動力方向舵で制御して前後左右に飛行するという珍しい方式が採用されているぜ。操縦はスマートフォンで操作が可能であるため誰でも簡単に方法を取得可能で、戦場に投入した際にすぐに運用することができることが大きなメリットとされているね。その他ウクライナ軍にはオーストラリアの強化段ボール製ドローンや、自国で開発した PD-1R18 オプトコプターパニッシャーや、徘徊型ドローン UJ-32LASTIVKA などの安価なドローンが多数運用され、ロシア軍を苦しめており、このドローンの運用方法について、日本の自衛隊が学ぶところは大きいとの声が軍事専門家などから挙げられているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。